皆さんに告知があります。はい、ショーエイ TV イベントを開催いたします。まあ、このね、世の中ですけども、はい、まあ、距離を取ってやってる、はい、野球ってことで、そうですね、はい、あのグラウンドを取りまして、まあ、皆さんに来てもらって、はい、もうあの一緒に野球やろうってことで、ショーエイ TV 年末イベント開催と、はい、いうことで、2020年のこちらですね、はい、2020年の11月14日の土曜日、夜ですね、5時から9時までナイターで照明付きで、はい、ナイターでやるんですけども、はい、場所がですね、埼玉県の狭山市にあります新狭山公園っていう球場なんですけど、はい、そこにて行います。はい、はい、で今のところね、20何人ぐらいは、うん、あのツイッターとかインスタ、前回ショーTV、はい、イベント参加した方を一応誘いまして、はい、大体20人弱ぐらいは集まってまして、はい、あのやっぱね、そういう情報を知らないとあれだと思うんで、はい、YouTube の方でもあの告知をさせてもらいます。はい、はい、で、まあ、一応定員人数は30人としてはいるんですけども、はい、やっぱね、もしかしたら超えちゃうかもしれない。100人いっちゃうかもしれない。100人行きたいと思ってる方もいるかもしれない、うん、100人行きたいかもしれないですけど、はい、まあでも30人と一応定員はしますけど、はい、まあ、それを超えても全然 OK。 はい、はい、みんなでこう野球やりましょうと。そうですね、大人数でやった方が楽しいので、うん、そうで、去年やったのは12月28日はくっそ寒い中やったんですよもう寒すぎて寒すぎて、もうなんかみんなもうブルブルブルしたんで、所沢の、そう、はい、だからちょっと1ヶ月ぐらい前に、はい、させてもらって、まだ寒さはね、年末よりかはマシかなってことで、はい、まあ、先にちょっと先行で、まあ、皆さん多分先行でさ、あの飲み会するじゃないですか忘年会とかそうですね、もう12月の初めにしちゃうじゃないですか、はい、そういうイメージを持ってもらって、はい、やりたいんですけど、はい、その翔平 TV イベントの内容っていうのが、はい、まずスピードガンコンテストを行いたいと思います。はい、我こそはというものをちょっと来てもらって、はい、でもちろん景品とか用意しますんで、はい、優勝者と、はい、景品とか用意しますんで、はい、期待してもらっていいんですけど、スピード自慢集まり、そうそうっすね、スピード自慢本当に景品なんですけど、優勝者とゾロ目賞でも88キロ99キロ111キロってなった方は、まあ、ゾロ目賞をあげます。難しいですね。いやいや全然、本当にこのね1年ね、はい、みんな苦しんでさ、はい、ちょっと大変だと思うんで、ここでちょっと、まあ、いろいろ注意しながらですけども、はい、楽しんでいけたらなと思って、はい、ディスタンスを保ちながら、そうで、こういうイベントをちょっと、はいはい、用意しました。で、そのスピードガンコンテストが終わり次第紅白戦やります。おみんなで、あの参加者で事前に守備位置とかこう教えてもらって、うん、うまくこうチーム分けをして、はい、まあ、チームを作ってやるんですけど、今年もイベント1回やりましたけど、はい、だいぶ盛り上がって、めちゃくちゃ楽しかったです、はい、めちゃめちゃ楽しかったと思うんですよ、はい、で、やっぱり30人とか、まあ、40人とか集まったとして、やっぱサクサクこう試合が展開してほしいと俺は思ってるんで、うん、はい、ピッチャーの方もさ、寒いしこうコントロールのね、そうですね、あると思うんで、まあ、ちょっと早いとか言えば寒いですからね、そう、そうと思うんで、今回ちょっと特別ルール、変則ルールとしてカウント 1-1 からにします。おー、はい、面白いですね。そう、カウント 1-1 からにして、まあ、早く回転させるという感じでやっていきたいと思いますので、はい、まあ、野球の大切さってやつですよね。そう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 、それもそうですし、やっぱいろんな方が打席立って打ったりしたいと思うんで、はい、いきたいなと思います。はい、もちろんそれも、ホームラン賞やヒット賞、 MVP 賞など用意をしております。で、ホームラン賞は新狭山公園って結構、ね、外野狭いんですよ。狭いですね。確かね、レフトもライトも78メートルとか。そうです。センターも多分90メートルぐらい、90あるかないかぐらいだったよ、うん、ぐらいだと思うんですよ、はい、だからホームラン量産の可能性あります。ありますね。だからこっちも景品を準備しなきゃなりません。はい、もうホームラン賞やりますって言ってる時点で、別にホームラン打ってもいいですよってことなんで、はい、あ、そうですね、もうガンガンホームラン打ってもらって、はい、ホームラン1回につきじゃなくて、ホームラン1回打ったらもう2回目はなしだけど、さすがにね、破産しちゃう、ね、破産しちゃうあれですけど、やっていきたいなと思います、はい、まあ、近い自慢はどうぞ来てください。そうですね、はい。で、他にもありまして、まあ翔平 TV イベントということで、せっかくなんで皆さんに翔平 TV シャツとか着てもらいたいということで、はい、まあ限定ですけど枚数は用意して翔平 TV シャツご用意します。はい、はい、前回売り切れちゃったんですもん、僕言った時に。そう、速攻売り切れちゃったんで、用意しますんで、ご希望の方はもう事前に予約というか言ってもらえれば、取り置きはしておくので、シャツをね、はい、といった感じでやっていきたいなと思います、はい、で、まだあるんですよ実は。なんと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 スペシャルゲストを呼びます。おー、はい、スペシャルゲストなんですけど、はい、今まだ決まってなくて、決定はしてないけど、もしかしたら来るかもしれない人
がいるんですけど、元女子プロの方ですけど、まあ僕が去年交流した11番の方ではないです、17番の方がもしかしたら来てくれるかもしれないということで、もう答えは言っている、はい、はい、元、はい、去年までいた元女子プロの背番号17番の、方だいぶ答え言っちゃってますね、はい、本当にこれはもう知ってる人しか分かんないんで、誰かなってなると思うんで、調べたらどうするの、そう、調べてもいいですよね、うん、いいと思います、はい、その方も実際に皆さんと一緒に、はい、紅白戦出て、はい、投げるか分かんないですけど、もう今日ブランクがあると思うんで、はい、投げるか分かんないですけど、まあ実際にこう、うん、みんなと一緒に野球やって、打席にも立って、はい、守備もして、はい、っていうふうにやりながら、まあ皆さんと交流して、まあサイン会とか写真撮ったりとか、走れ大井チャンネルから皆さんにお話があります。走れ大井チャンネル with ゴリスポグラブメーカー誕生、協力はエールストーリーでおなじみアイスタジオさん、プリントするグローブはこれプラスこちら、これ、はい、インセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラス、モンダナさんの、インスタ貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画以上になります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。